ガンズンさん、今日は祝日で、昭和の日、おはむこです。え、今日祝日なの？あ、みんな休み？今日みんな一日休み？え、今日って休日だったの？泣いた。まあでも、まあいいや。テケリアさん、おはむこ。坂上社長ありがとう。ゆきひろさん、おはむこ。あきひろさん、おはむこ。げんちさん、おはむこ。パープライさん、おはにちは。オレンジカルチさん、おはまこ。さっちゃん、おはまこ。げんちさん、ハートありがとうございまこ。あやまさん、まこちゃん、おはまこ。ロストマンさん、おはまこ。うはくまさん、おはまこ。今日は肉の日です。そうだね、今日肉の日だね。ぬりグラタンさん、おつまこ。うしアンドパンさん、おはまこ。けいちゃん、おはまこちゃん。きょういちさん、おはまこ。しんのすけさん、おはまこ。なさきの塩もなかさん、おはまこ。おつまこ、かわいいまこ。ふんぽむらさん、おはまこ。七石さん、おはまこ。まこさん、おはまこ。偽装ゾンビさん、おはまこ。偽装。たけりやさん、かわいい、ありがとうございまこ。山本ちゃん、おはまこでございまこ。早起きまこ、朝からかわいい。京一さん、朝からかわいいまこ、ありがとうございまこ。勇者ともぼういさん、おはようございます。おやまさん、かわいい、ありがとうございまこ。いやぁ。ゆうたんさん、おはまこ。あいかわさん、まこちゃん、おはまこ。しまくまさん、おはようございまこ。だっとさん、おはようございまこ。おうくん、おは。たけりやさん、仕事終わってのんびりタイム、のんびり。はたしゃわおさん、おはようごると、おはようごると。まさなんさん、おはまこ。そうた、えぬさん、おはようございまこ。寝坊してないまこよ。たそ寝てるまこ、寝てる。おはまこね、今日は赤い日よ、赤い日よ、今日は祝日よ。昨日さ、なんか床で寝ちゃった。今日からゴールデンウィーク、え、本当に？嘘や嘘や、ゴールデンウィークって5月だよね。ゴールデンウィークって5月からでしょ。え、ゴールデンウィークって4月からあったっけ。いつも30普通にないもんね。30は平日だもん。祝日知らなかったもんね。祝日だけど仕事よ、かわいそう。頑張れ。今日は握手会だった。あ、今日は握手会の予定だったのか。泣いた。朝配信嬉しい、よかった。うん、もうゴールデンウィークで9連休中。あら、早っ。ご飯食べながら見てるよ。ご飯何食べてるんですか？美味しそう。おはよう、おはよう、おはようございます。おはまこ。しんのすけさん、くまありがとうございまこ。くまありがとう。おはまこ、おはよう。まこちゃん、すごい、みんなおはよう、おはよう。休みだけど早起きしちゃったパターン。そうです、休みなのに今日は祝日だったなんて。まあいいや、テロップ書こう。あと浜子、祝日なの忘れてた。あるあるですよね。でも宿題、宿題じゃないわ祝日なのさ、ずっと忘れてさ、早起きするってよくあるよね。イレギュラーなことは本当に困りますね。でも嬉しいよね、休みの日って。けんちさん、とうとうありがとうございます。平日だと思って朝配信しちゃいました。でもいいと思う。タサずっと居候。そう、タサはずっといてくれています。ほんと一生いるっぽい。嬉しい。今日から休みの日いる。ゴールデンウィークですが長い人は今日からゴールデン。あら、そうなんだ。今日からゴールデンウィークなんだ。みんな大型連休、大型連休だけどみんなお家にいるんだよ。
ね、面白いね。大型連休だけど旅行に行かないとか、特にどこも。でも私確かにゴールデンウィーク期間私特に何もしてなかったな。いつもゴールデンウィークになったらひたすらゴロゴロしていたっていう感じだから、特にね例年と何も変わっていないです。うん、つまこさんの握手券取って会いに行きたい。向こう地点さんね、このね自粛期間終わったらぜひ会いに来てね。今日は肉の日。今日は大阪でおつまこさんのサインたくさんもらうつもりだった。悲しい、ピエン。今日休みだからゆっくり見られるよ。よかった。早起きはさんまこの特三箱三密。うん、この配信で祝日なの知りましたね。私も人のじゃないわね、皆さんのコメントで知りました。昭和の日、今日は昭和です。あ、令和だけど昭和。大問題、三色団子な、え、もうなくなったの？まだ4月じゃん。まだ4月でしょ。まだ三色団子あっていいでしょ。なんで、え、嘘、泣いた。三色団子あるべきより年中無休で三色団子置いてほしい。お願いします、三色団子ください。本当に、そう、確かに三色団子ないなと思ったら。やましいさん、ハートありがとうございます。やまほさん、ごさん、モーリーさん、かわいい、ありがとうございます。おこまこ、ぶちぎれまこ、三色団子がないことにぶちぎれまこ。昭和の日って何ね、昭和の日って何、昭和の日って何するんでしょうか。昭和っぽいもの食べたりするのかな。今日は肉の日。季節のギフトがチューリップのみ。チューリップの代わりに三色団子にして。ないんですが。昭和生まれの人を敬う日なんだ。ルームの人、ショールームのファンの方、昭和生まれ多いんじゃないですかね。昭和生まれだよって人で手挙げて敬わなきゃ。敬うって何するんだろうね。何を敬うんですかね。そのうち平和の日、平成の日ができるのかね。平成の日できるよね。平成の日何手にする。令和生まれです。いくつよあなた、2歳とかですか。1歳、だいぶ昭和。令和生まれです。昭和生まれ、まず令和生まれ多すぎでしょう。昭和58年、昭和って何年まであったんだろう。何年まであるんですか。8割昭和生まれまこね。平成生まれいなくない、いる。平成の日も決まってる。あ、決まってるんだ。平成16年生まれ、え、同い年。64年まで、ほんほんほん、64年まで。平成って30年までだっけ。5月24日を祝日にしてほしいと思ってる平成生まれでございます、ね、え、でも5月誕生日が祝日になったらどうなんだろうね。私誕生日平日がいい派。あ、でも握手会ができるな、確かに。誕生日が祝日だと、うん、やっぱ祝日で。うん、64年は1週間しかなかったの。へえ、突然変わったの。ねえ、昭和16年生まれの知り合いと、え、超貴重じゃん。じゃあ64年生まれ1週間しかなかったんでしょう。めっちゃ貴重。突然変わりました。あ、そうなんだ。
まこちゃんの生誕ってまだ来ない。いや私もね、あの生誕っていつ受け取れるんだろう。なんか生誕っていって大体いつもオフィス行ってなんかもらえるんですけど、オフィスに今行くようないし行けないじゃないですか。だから生誕って受け取れないんですよね。どうしたらいいの？ちなみに昭和元年も1週間しかなかった。どういうこと？元年が1週間しかないってどういうこと？大晦日の1週間前に昭和が決まったってこと？うん。お家で自分で生誕って作るしか。おうち時間。ああそうだね。そういうことだね。妻子誕生日も祝日にしよう。それなん。それなん、それなん、それなん。五十幕ちゃん管理ありがとう。五十カウントとマーキさん。生誕祭いつになるのか、いつになるんでしょうか。集まりで生誕って作るしかむず。ウニエバ T シャツはすでに毎回使ってるか。ね、自作ですか？すごいね。ありがとう。それそれそれな。いやーすごいな。ごめん途中だけど仕事行ってきます。お仕事行ってらっしゃい。今日も一日頑張りまこう。おつま国、おつま国建国、建国記念日5月24。でも建国記念日と誕生日かぶったらちょっとやだな。5月25ぐらいで。生誕って可愛いからお部屋のインテリアにいいですよ。お、いいね。みんなじゃあぜひ切り用インテリア用でたくさん買ってね。よろしく。オンライン生誕祭は悲しいから普通に延期して普通に生誕やるべきかな。ファンクラブの解放のつば子さん可愛かったよ。お、新しいの出たにしたの？ちょっとも普通にありがとう。今日は朝ごはん何するのか、なんかどうしようかなって考えてるんだけど、あのね、オートミールが美味しくて、美味しいんですよ。めちゃくちゃお米なんですよ。あの美味しいので、何を、そう、塩昆布とかで食べようか、何で食べようか、ちょっとねレシピ調べて。オートミールオムライスとかめっちゃ美味しそうで楽しみ。解放がお家に届くらしい。すごっ、届くんだ郵送で。素晴らしいですね。ほうほう、1号なんだ。第1号なんですね、解放誌。おかゆみたいな。そうそう、おかゆみたいな。オートミールは麦。9月入学の案が出てるらしい。どういうこと？入学の案ってまだ届いてない？2月生まれのマリーさんも生誕祭まだやばいですね。悩んで最後かな。オーツミールは三色団子ですか？あ、でもお団子作れるらしいよね。お、あのオートミールで。すごくない？オーツ麦。私もファンクラブ入ったから楽しみ楽しみ。0号会員証も届くよ。私0号持ってるかも。なんか前の誕生日じゃないバレンタインのコンサートの時に持ってたかも。悩んだ最後。すごい、悩ん滑り込みセーフ、よかった。奇跡だね。15分経過しました。91日連続配信中、イエーイ。
やったね。91日スマコもファンクラブ入ってるの？え、私入ってると思うんだけど、あの電子のがないなんかカードとチャームみたいなの持ってるんだけど、どうやって届かないし何もね、ファンクラブの証だけ持ってるけどファンクラブじゃないのかな。モーリーさんとお通りありがとうございます。パチ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 、おめまこ91日連続おめー。おやまさんハチハチハチありがとうございます。ケンチさんハートありがとうございます。ありがとう。今日もやったねが来てる。やったね。ウニファンクラブに入れてください。ウニヤバ来てればウニファンクラブってことで、メンバー強制的に入会。そうなのかね。ルンルルルン、マコテイとマコバック早く来てほしいね。会費取られるのか。取られてない。まだ配達いるす。また配達いるす。いや来てないから。ウニヤバはどこで手に入りますか。あ、このね星がね右下にあると思うんですけど、星のその星を一つでも投げるとこのウニアバターがもらえるんですよ。なのでぜひぜひ、使ってください。 SK ファミリーに登録してない。入ってるんじゃない。でもスマホで見れないよ。カードにさ会員番号とか書いてあってログインできる系かと思ったら、そういうの特にないみたいだよね。ないからさね、できないですね。給料から天引き。いやよ、そんな泣いちゃい。いつもだったら肉の日で激安の肉屋さん休みだった。あら悲しい。肉屋さん休みなんですか。やってたよ。持ち帰りのお店って基本やってるよね。いやよ。泣かないで。泣かないよ。泣いてないよ。嘘泣き。昨日ひめたんが大橋真子が悔しいけど好きって語ってた。怖っ。ひめたんな、今日朝になんか LINE が来たんですけど、謎すぎてちょっと対応ができなかった。あのなんだろう、悔しい、大橋真子好きよみたいな、仲良くしようねって、仲良くしようって来た。むしろ普段飲食できる店がテイクアウト専用になったりする。そうなんだよね。そう、飲食店がねなんかお弁当をやってる。めっちゃお弁当をね、いかがですかってすごい売ってるよね。めっちゃ食べたいなって思う。仲良くしよう。アバターゲットしてきた。お、ありがとう。ペコリーン、ありがとうございます。アバター。マクドナルドが持ち帰りなの。基本でも私持ち帰りばっかして食べる派なので、まあ特に何も変わりないんですけどね。でも本当お弁当とかを販売してるのはびっくりだよね。散髪屋がゴールデンウィーク明けまで休みだから髪の毛をさ、え、ついにさ理髪店がさやらなくなる。まあ確かに不要不急だもんね。私は前髪自分で切るぜなので、あの関係ないんですけど、うん。ココちゃんがまこちゃんに生誕祭の手紙書きたいって言ってた。お、書いて。おつたんさんやん、書いて。絶対多分短そうだからさ、いっぱいの人に書いてもらいたい。うん。ね、私もテイクアウトしたいな。でもテイクアウトって今の時代は自炊ですよね。もう時代は自炊、イエイって感じ。自炊税。なんか最近ね、ね、あ、自分で切ってる前に綺麗な眉毛に。そうそうでしょ、イエイ。
前髪は巻いてごまかすので大丈夫。パッツンに切っちゃう。今日は何か作るの？作んないよ今日は。時代はウーバーイーツね。それね、ウーバーイーツのお店増えたよね。パリピマコ出てきた。パリピマコ全然パリピじゃないんですけどね。自炊ガチ勢。時代は自炊。スマホに髪切ってもらいたい。うまくいかないよそんな。ドライブスルー。ターソイッツがあるのではないんです。ガトーショコラガチ勢なんで。昨日のガトーショコラ全部食べたの。あれめっちゃね美味しくて全部食べて終わったよ。ヘルシーなんですよあれは。200カロリーぐらいなんです、ワンホール。すごいペラペラなんですけど。高級店がお手頃お弁当販売で売れちゃい売れちゃい、ね、レシピ公開ですよね。あと時代はいいの、レシピ公開して。でもなんかでもやっぱりお店とやっぱ違うなっていう思わせるためのね感じだね。やっぱり陰キャマコどこ。陰キャマコ。タソも自炊ガチ勢なの。タソと共に自炊ガチ勢してる。昨日ね玉ねぎとキャベツがお家に残ってたので卵とじスープしました。作った。うん、さやタソが。つむこさんはオートミールを作った。作ってないけど。うん、スイガトーショコラ基本作ったら全部食べるまこか。大きいものとかだったら全然なんか普通に太りそうな感じの超高カロリースイーツは、まあ、何日か分けて食べたりとかするけど、こういうやつってすぐ食べちゃうよね。豆腐とかすぐ食べちゃう。夢の国のチュロス作る。揚げ物はちょっと時代じゃないので、時代だと思うんですけど、チュロスはちょっと揚げ物は私は怖くてできませんので言っていません。マホサンゴさん、クマありがとうございます。クマくんありがとう。深く考察するおつまこですよ。おいしそうでしょ。名護しょうさん、おはまこ。夢の国のクロス作っちゃい。とじ卵に何か工夫はあるまこか。ない。あ、余ったとじ卵の卵を余ったとじ卵をオートミールにかけた。朝の女子力にびっくりした。まこびっくり。揚げ物は時代遅れ。遅れてはないです。カーチバンメレンゲ作ったりして。あ、いいね。あ、なんかヒーター、私の電気ストーブ、愛用電気ストーブが映ってしまった。背中にさ当てるとあったかくて幸せね、電気ストーブ。たけりやさん、小判ありがとうございます。揚げ物は油跳ねが怖いよね。昨日アミさんいちご飴作れた。アミさんっていちご飴作るんだ。なんかそういうの感じのやらなそうなイメージだったから。いいね、いちご飴かわいい。揚げ物は危ない危ない。そう、危ないんですよね。名古屋そんな寒いんだ。朝寒い。朝ね、なんかこの部屋さ朝寒いんですよね。なんでだろう。まだ電気ストーブ使ってるの。さすがにもう暑くない。朝寒い。アミさん、そば売ってそうな。それはないな。今朝お姉さんおらんの。寝てますね。一画面みんな作ってるよね。飴って片付け大変そう。桃稲さん、浜子。朝と夜寒そうね。寒い。夜はなんか意外とそうでもないんだけど、朝ね早朝はね寒いですね。
あれも電気ストーブ派でしたよね。だよね、だよね、だよね。今日もね、1位の人にね、で書くよ、書いちゃいよ、今日も。はい、今日は黄色だよ。何しようかな、今日。もう夏服しか用意してない、マジですか。でもなんか昼外出するとめっちゃ暑いよね。日がね、すごい。日が出てる。晴れ晴れ。あとおつまこ。そう、事前にあとおつまことサイン書いときました。今日は肉書く？今日は肉の日だね。昨日暖かかったね、そう。今日は昭和を書きましょう。昭和ってなんだろうね。昭和って何ですかね、絵に表すと。そう、紫外線が春って強いらしいよね。お散歩の時はどんな服装なの？ジャージ？ジャージ？ジャージ？ズボン。愛知は夏日らしい。夏日なんだ。お家の中全然寒いんですけど、なんかお家の中寒い、なんで？なぜに寒いの？あ、カーテンタイムしよう、忘れてた。ブラウン管テレビ。パチジャンさん、花束ありがとうございます。カーテンタイムしますか。昭和といえば太陽の塔、昭和といえば三種の神器。何それ、わかんない。太陽の塔はわかるよ。なんか慶雲寺くん遊びましょうの映画のやつ。黒電話。今日は偽装じゃないカーテンタイム。そう、なんか偽装じゃないよ。サザエさん、昭和もアイドル。なんてたってアイドル。カーテンタイムしませう、しよう。カーテンタイムをしていきたいと思います。よいしょ、いてててて、あ、いた。めっちゃいい天気。はあ、めっちゃいい天気です。いい天気。久しぶりのカーテンタイムですね、本当に。いい天気。久しぶりのカーテンタイム。昭和といえばナショナル、ナショナル昭和生まれ。すごいな。これは小泉さんでした。ヒーターはラーメン大好き小泉さん。あれ、ラーメン大好きって小泉さんだっけ。名古屋はいい天気だな。超いい天気だよ。20度。パナソニックがナショナル。パナソニック元はナショナルだったんだ。小池さんじゃん。ラーメン大好き小池さんじゃん。小池さんでした。小池だよって、なんか小島だよみたいな感じと開始された。面白い。蒸しパン大好き大橋さん。なんてったったアイドル小泉京子さん。そうだ、それだよ。それが小泉さんだ。小泉さんもあり。え、小泉さんもあるよ。小泉さんもあるよね。あ、じゃあラーメン大好き小池さんはさ、そっちだよ、そっちだよ。あの昭和生まれの方はラーメン大好き小池さんなんだけど、私が知ってるのは女の子の方なんですよ。小池さんはムロツヨシさんみたいなやつやろ。うん、昔は小池さん、小泉さんはあの可愛い女の子がラーメン食べてるやつなんですよ。そう、女子高生の、そう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 、昭和生まれを強調しないね。そう、藤子 F 不二雄さんみたいな方の 小池さんでしょ。そうでした、よかった、合ってた。ラーメン大好き小泉さん。
ムロツヨシ笑ムロツヨシさんみたいなやつ。でムロツヨシさんのやつはあれ、ラーメン大好き小池さんじゃないのかな、スーパーサラリーマンに出てくるやつ。僕はラーメン、なんか負けたか、イエーイ。やっぱ若いアピールをしてしまった。ドラマ見てたの、つまこ再放送見た。大橋ゆうまこ、何それ。しんのすけさん、アイスありがとうございます。アイス食べたい。お家にクーリッシュまだ眠ってるけど取っといてる。チョコモナカ美味しかった。冴えないのは小池さんだね。あ、やっぱ小池さんなんだ。あれおばきゅう太郎ね、ラーメン大好き小池さん。おばきゅう太郎の話の内容全然わかんないけど顔わかるよ、おばきゅう太郎。つまく昭和の話についてき、ついてきちゃい。アイス食べたい。アイス、アイス食べたい、アイス食べたい。これラーメン食べたいだよね、これ。つるつるつる味噌、何なんだろうこれ、全然わかんない。うん、まこちゃんの親御さんはさすがに昭和生まれだよね。そうだよ、そうだよ。九太郎書いてほしい。え、書けって言われたらわかんないですけど、唇がって感じ。あとなんかベストヒット歌謡祭、つまこ自作のラーメンソング。え、これつまこ自作じゃないけどな、誰の曲なのかわかんないけど、なんかみんなが知ってそうな曲。塩ラーメンが一番好き。ほう、私は、うん、多分豚骨かもしんない。でも塩ラーメン好きかも。平成生まれだったら10歳とかで産んでる計算なんだが、やば。え、そうなの、15歳じゃないの。平成って30年だよね。あ、でもそっか、もう16年に生まれてるんだった。ダメだ、あれ、じゃあ16年に、うん、とか言ってくれ。札幌一番塩ラーメン、塩ラーメン当たり外れが大きい。そうだね、白いスープのラーメンが一番好き。豚骨ラーメンのスープ作るのか、作るのレベル高い。平成生まれはマックス32歳。あ、そうなんだ。オアシス21の豚骨ラーメンスニーク、へえ、美味しいんだ。トリーファイタンみたいな。味噌ラーメンじゃないの。味噌ラーメンは私はしょっぱいからその好きじゃない。まこちゃんお家でラーメン作ったことある。まこママが簡単なラーメンを作ってくれた。なんかなんだろう、美味しい。それは野菜たっぷりで美味しい。だからね、お店のラーメン食べれないの。もうすぐ16歳だね。もうすぐ16歳になるよ。もう4月終わっちゃう。今日29日か。タンメンみたいな、そう、多分ママタンメンみたいに作ってくれた。あとよくちゃんぽん作ってくれる、たまに。ちゃんぽん好き、私ちゃんぽん好きなんだよね。ちゃんぽんめっちゃ好き。白いスープだからもう美味しい。ふけるね、ふけるとか言わないで。16歳になったら22時までできるね。それ楽しみ。20時に配信したい。イエーイ。しまった、今月またもばめのお試し忘れてた。え、忘れないように今してきんで。長崎ちゃんぽんリンガーハット、なんかお店のやつはなんかなんだろう、キクラゲかな、細長いの黒いのが入ってるのがちょっと好きじゃないから、あの、そう、お家でママが作るちゃんぽんが好き。具材が自由だから。まこちゃんイノセンス歌えるようになる。それな、もうね、こう、もう
歌いながらで聴いてるで。そう、私軟骨とかそうコリコリしたやつ好きじゃないんですよね。キクラゲも好きじゃないし、キノコもねあんま好きじゃない。しいたけが特に。でも我慢すれば食べれる。皿うどんもうまい。おいしそう。お腹空いてきちゃった。16歳って結婚できる？できるけどしないよ。一人だけ歌い忘れた人になって。そう、前に私が本当15歳以下がまこ一人だけで最年少だった公演があったんですけど、その時ほんと一人だけイノセンス歌えないから、私歌い忘れてる人なのかなみたいな、ちょっと思っちゃうよね。椎茸の肉詰め美味しいのにピーマンの肉詰めがいい。まだ結構嫌いな食べ物あったりして、最近克服したもの多すぎ、すごい。まず納豆、キムチ、アボカド、なんだっけ、あと何克服したんだろう、となんだっけ、納豆、キムチ、アボカドと、あと何、豆乳、そうだ豆乳も克服したし、まあ、オートミールはまあ克服っていうか美味しかった。あとね、あと何でしょう、イノセンス歌えないメンバー見るのが好き。もうズマコのことは見てくれないということ？それは泣いちゃい。みんなに聞くわけ、私何食べれるって言ったんだっけ最近。納豆、ネバネバ、平城京。舌が大人になったんですかね。結構何でも食べれるようになりました。でもキムチ結構美味しい。でもキムチはもともと多分食べれたかもしれない。豚キムチとかチャーハンは食べれたんで。大人の階段登るまこちゃん。俺はまこちゃんがみ、ありがとう。コーヒー飲める。もともとまあ飲めるっちゃ飲めるけど、牛乳入れて飲んで、牛乳入れたら飲める。何ちゃんじゃって、ちゃんじゃは食べれるの？ちゃんじゃって何ですか？山宝さんごさん、ハートありがとうございます。君はまだシンデレラさ、大人の階段登る、君はもうおつまこ推し。ブラックチャレンジ、カフェオレやん。そう、カフェオレ、それはすでにカフェオレ確かにカフェオレ飲めるよ。好き嫌いなかった？ピーマンくらい。ピーマン逆に食べれないんだ。そう、発酵食品コンプリートした。自炊するとたくさん苦手なもの克服。そう、確かにこの自粛期間克服っていうのがねすごいできたっていうのは偉い。イエイ。やっぱり昭和生まれ。なんかこれさ CM で流れてたから、これは有名でしょ。今日は朝の8時超えても配信できますね。確かに確かに確かに確かし確かに。草屋チャレンジ、それ誰もが嫌いじゃない。甘酒飲める、多分飲もうと思えば飲めるかもしれないけど、なあんま好きじゃない。腸内環境良くなるね、ラッキー。今日なんかめっちゃ髪の毛サラサラだな。20時まで配信できますね。今から20時きつい。炭酸飲めるの？炭酸飲めるけどそんな好きじゃない。シュールストリーミングって発酵食品が有名。それもう罰ゲームみたいなもん。バラエティ番組ね、ガチのやばいやつじゃない。つまくさ CM ガチだよね。そう CM ガチで、でも最近の本当にテレビ一生つけてなくて、昨日でも眠くて久しぶりにテレビつけたんですよ。したらやってる番組がニュースか島次郎とかしかやってなくて、私はニュースじゃなくて島次郎を選びました。結構やばかった島次郎、なんか面白いっていうかやばい、やばかった島次郎。潮干狩りしてたよ、なんか島次郎面白かった。長屋の CM 面白い？面白いかな。私あの CM が怖い。
母さんは誰から生まれたのっていうなんか CM がなんか怖くてゾッとするんだよねいつもね。なんだろう、中身はやっぱり子供よね。そう、島次郎を流しながらメイクしてたんですよ昨日は。島次郎おじゃる丸とか今やってるのかなね。なんか島次郎自粛してないのかそれな思った。島次郎潮干狩り行ってるとか名古屋ローカルすごい。でもだからその島次郎の広告ほとんど三重の広告とかばっかりで、なんか三重なんとか三重テレビとかばっかりで、もしかしてこれ三重番組なのかなって思った。そう島次郎平安会館です。めっちゃ怖くない？あれなんか怖いんだよね。ゾゾゾとする。ゾゾタウン怖いんですよあれ。島次郎の世界にウイルスはいないんだよ。確かに確かに。三重テレビ映るな。三重テレビだったのかなあれ。三重テレビ焼肉一丁目ね。あの CM はローカルだったのか分かんない。ローカルなのか分かんないけど名古屋に来てから聞いて怖いなと思ってた。愛知で三重映る。やっぱそうなんだ。お山さん花束ありがとうございます。事実だから私マジロの世界行ってくる。行ってらー夢の中へレッツゴー。考えてみたら虎だからね。確かに。なんか面白かった。あのなのだみたいな、なのだみたいな人がいてなんか面白かったよ。全然話の内容覚えてないけど。三重テレビ名古屋でも見れるね。岐阜ちゃん見れないけど。岐阜ちゃん見れないんだ。確かに岐阜のテレビは見れないね。ゾゾタウンの車のナンバーがゾゾ1なんで1010だよ。なんで1010なの？ゾゾトト似てるってこと？最近見ないけどサンシャインの CM 面白かった。見たことない。バカボンのパパね。これでいいのだ。私バカボン結構好き。おばあちゃんのお家でアニマックスかな、なんだろう BS みたいなやつでバカボン見てた。これでいいのだ、これでいいのだ、ボンボンバカボンバカボンボン。昭和生まれですか？違います。バカボンは平成でもやってた。それバカボン実写化とかしてたよね。オカリナさんがね。あ、そう、そういえばあつ森でオカリナを初めて作ったら、あ、老けたよオカリナを。妻子のパパなのだ、パパなのだ。じゃあカートゥーンネットワークでトムとジェリー見まくって。あ、わかる、面白いよねトムとジェリーとか。トムとジェリー大好き。あとねあれも好き、なんかよくわかんないやつ。ジュン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 って曲のやつ面白い。ひたすらおばあちゃんのお家で見てたの。妻子のパパはしげちゃんなのだ。キテレツ大百科見るなり、キテレツ大百科見るなり、コロッケ食べたいなり。キテレツ大百科もおばあちゃんのうち見てた。あれ昭和分かりすぎ、わらわらんで昭和大好きなんかな。トムとジェリーはいつ見ても面白いね。面白いよね。コロスケなり、コロッケ食べたい。とかカニクリームコロッケ食べたくなっちゃった。ど根性ガエル知ってる？え、全然話の内容知らないけどど根性ガエルは知ってるよ。テレツはリアルタイムで見てた。すごっ。あれ何年のアニメなの？銀魂乱太郎は見てたよ。見てた見てた。銀魂乱太郎あれリアルタイムなのかな、わかんない。見てたよすごい。あのいつも見てた。でん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 、なんだっけ、
そうさ 100% 勇気もうやりきるしかないさね。忍たま乱太郎面白いよね。忍たま乱太郎ネットフリックスとかないかな、見たいな。ヘムヘム推し、ヘムヘムピョン吉の T シャツ持ってた、欲しい、かわいい。ど根性ウニは生誕祭たくさん来そう。そう、ど根性ウニ来てね、みんな。生誕 T シャツよろしくね。全部ご飯につなげるやん。それな、アニメってさ、なんかしらご飯大好物とかあるじゃん。佐野屋のコロッケ安かったな、食べたい。妻子さん何歳？15歳。ホワイトソースから作る揚げ物ができないので。お腹すいた。インタマはなさそう、知らんけど。アマプラで見れたよな。あ、ほんと。アマプラで見ようかな。生誕 T シャツど根性ウニ。そう、ど根性ウニなんでみんな来てね。100% 勇気。まだ15歳で、いつもまだ15歳です。ナーブさんおはようございます。で、大魔王の好物ハンバーグ。大魔王って何？残したら開けまへんでの人す、面白い。実はおつまこさん気になりだしたのは去年の生誕祭ならもっと握手行けという話。そうよ、握手会待ってるよ。スカッチさんおはようございます。おはよう。15歳に驚く。アマプラでガンダム見てる。ガンダムって面白いの？全然知らないんだよね、ガンダム。ママはアムロが好きみたいな言ってた。ハクション大魔王、ハクション大魔王も見たい。かわいい、アクビちゃんみたいな。アクビちゃんだっけ、ハクション大魔王って。名前わかんないけど、なんかさ、かわいいよね。アニメの内容全然知らんけど。で、書く絵は決まった。そういえば決まってない。何書く今日の日記。朝配信だと何の絵描くか分かんなくて困るね。オムライス、ママ押せる。ガンダム名古屋で最初に放送されたんで。そうなんだ。アムロ行きます。ママが好きなアムロ、アムロのみえさんじゃない。あ、確かにそれも、その人も好きだよ。最終回ちょっと切ない。そうなの。あくびは大魔王の娘。アクション大魔王、シャアが意外とマザコンで面白いよ。シャアって誰？今までまこちゃんの握手会行かなかった俺、損してた。そうよ、これから得してください。やっぱり昭和生まれのおつもか。昭和の絵、再放送の連続だった。うん。島次郎を描いちゃい。赤い彗星って何？アムロの名言知ってる？アムロ行きまーすじゃないの？それしか知らないんですけど。いや全然知らないです、ガンダムね。でもガンダムは本当に人気ですよね。みんなみんなガンダム好きだもん。アムロ行きまーす。最初のガンダムはメーテリが放送だと。すごい。フーアのメガネさん、かわいい、ありがとうございます。シャアはアムロの敵。そうなの。あれ、ママアムロが好きなんだっけ。わかんない、赤いやつ。あ、逆、そう、間違えた。そう、ママ敵が好きなんだ。そう、シャアが好きなんだよ。ママ赤いロボットが好きなの。その赤いロボットの乗ってる人が好きなの。間違えました。アムロ行きますが、私がアムロ行きますの印象しかなすぎて、あの、そう、間違えて、逆、ママね、そう、敵が好きなんです。赤いのが好きって言ってた。そう、シャアだ。シェーはシェー。そう、ママシャアが好きなんだ。逆だ、女性はみんなシャアが好きなんだ。あ、そうなんだ。そうそうそう、
スマコ筋肉マン好きだよね筋肉マン全然そう知らない。シャアが赤い彗星、あ、そうなんだ。エビフリアなのにカキピーなのこれ。アバター面白い。シャアはロリコ、そうなの。シャアは一回クビになる。おそ松さん、おそ松さんじゃなくておそ松くんを知ってる。私おそ松さんのアニメ見てないんですよね。なんかネットフリかアマプラで見れないかな、見てみたいな。うん、ガンダム作ったアニメ会社で働いてた。すごっ。バンダイナムコ。すごい。シャア、シャアだけ専用のモビルスーツがある。それ以外は量産が。すごい、シャアはかっこいいんだね。サンライズです。サンライズでしたバンダイナムコじゃないわ、サンライズでしたサンライズサンライズがなんかいろんなアニメだよね。あれ、ラブライブもそうだったような気がする。プラモデルはバンダイだよね。バンダイだよね。おもちゃ会社だよね、バンダイは。間違いひどすぎひどすぎ。たまごったまごったまごっちたまごっちやりたいな。たまごっち欲しい、たまごっち欲しい。アニメに詳しい。サンライズ知ってる人も少ないでしょ。そうなの。サンライズって名前知ってたよ。でも知らないけど。サンライズは今はバンダイの傘下になったから間違ってもね。お、当たり。たまごたまごたまごっち、たまごっちしたい。え、アムロは15歳だった。おつまごと一緒。15歳だったの。あ、あとそう、あとね、イネアシのカゴメちゃんもね15歳って知ってびっくりしました。びっくりだよね。あ、傘下って読んでたんですけど参加なのあれ。え、私傘下会社ってずっと読んでたんですけど参加会社なんだ。私ずっと傘下会社って読んでたんですけど参加だったんだ。学んだ、参加会社なんですね。へえ、傘下バラ、傘下って読んでたよ私。傘元か傘下かなって思ってたんですけど参加ですか。ありがとう。へえ、参加会社やっちまったな。で、いや、びっくりなんですけど雨降ってるの。雨降ってる。え、傘に入れてあげてる会社ってことで傘下会社って読んでた。そういうことだと思ってたんですけど参加会社なんですね。なんで参加なの。訓読みしてた。かさしたまこ、かしこさ1アップアップ、1アップ。え、今日8時過ぎても着れないらしい。4000人の方、こんおはようございまこ、ルームフォローよろしく。参加みたいな言い方じゃん。どういう言い方。参加、参加会社、あれ、参加会社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 、なんて読むの。親会社の傘の下、そう、傘の下だから傘下会社だと思ってた。参加、参加、さ、参加会社、参加会社、参加会社、わかんない、発音わかんない。まあいいや発音は何でもいいや。はい、それ参加会社、参加会社。ジェスターキーホルダーの傘下会社、傘下会社だと思ってた。パンダと同じ、参加と、パンダ、参加、参加、参加、あ、パンダ、参加、参加か。はい、オッケー。難しいです、傘下箱。ごめんなさい。
そろそろ仕事行ってきまこう。またね、お仕事行ってらっしゃい。今日も一日頑張りまこう。参加と一緒、あ、参加と一緒なの結局。サンバ、サンバ、参加のエンドレスですね。何しようかな今日の絵は。うつまくはウニの参加、ウニを傘した。うつまくは必殺技参加、覚えた。参加、アイアイがさ、参加じゃないよ。あ、参加じゃないの。まあいいや。傘を持ったパンダだからパンダ参加。これどう読むって聞いてみるね。聞いてみたい。絶対傘下って読むと思う。参加って読める人は多分キャノンティーくらいしかいないんじゃないかなって思います。あとユッチとか。何書こうかな。ガンダム書けないよ私。ガンダム何もわかんないからな。しまじろう書いとく。ゆっぴは、読めなさそう。読めるかな。タスは読める。読めないんじゃない。読めるかな。しまじろうってどうやって書くんだろう。わかんないな。やっぱりわかんない。昭和を書く、難しい。ガンダム難しいからね、書けないしね。何書こうかな。著作権大丈夫かな。キャラクターって著作権大丈夫ですか。肉、傘、昭和書いて。昭和、シャア書いてみよう。シャアってなんだろう。赤いイメージ。リラクマ、想像のガンダムで。じゃあ想像で描きますね。想像もできんな。分からないな。想像のガンダム。私でもお台場でガンダム見たことあるんだけど、いや分かんな。なんか赤い V みたいなありそうなイメージ。分かんないっすね。ガンダム難しい。ガンダム、なんか青と赤と白のイメージなんだけど体が分かんない。ワクワク、ガンダム書けない。ガンダム、お台場見たとさすが東京出身。あの小学校の遠足でお台場のフジテレビとかお台場とか行ったので見たよ。色合いはその通り、なんか目とか黄色イメージ。Gガンダムにさ、なんとなくガンダム上手？いい？ぽい？ぽいですか？なんか弱っちいガンダム、なんかロボットみたいだね。あのなんだっけ、流行りの、流行りじゃないか、なんだっけ、あのソフトバンクとかのあのロボット、なんだっけあれ、なんかロボット。 V が眉毛っぽい。中国の遊園地にそう。中国版ガンダムですね。秒でやられそう。ロックもバッチリ。筋肉マンはまあわかるかもしれない。へいらっしゃい、言いそう。お寿司屋みたいなイメージは完璧ペッパー、そうペッパー、なんかペッパー味ある。これはちょっとペッパーみたいですね。鉢巻き巻いたらおじさんみたい。へいらっしゃい。ガンダムよりガンダムみたい。似てる。次何書きましょうかね。これカナディアンマンやで。何それ。筋肉マンわかるんだ。わかるけど描けない。こういうイメージ。ドアラは、ドアラ描けない、わかんない。しまじろ、カナディアンマンって何ですか。
そう、8時過ぎても今日は祝日だということを忘れてたので、8時を過ぎてもなんとなんと切れません。イエーイ。ど根性ガエル、いいよ、かけるかな。もうカエルでしょ、黄色いカエルを描けばいいんだよね。黄色いカエルを描けばいいから。え、なんかすごいうまいかもしれない。どんな目、どんな口してるんだろう。え、どんな口なんだろう、ど根性ガエルって。ドキドキ。なんかとりあえず目は丸描いて。え、どんな口なんだろう。ああー、これだこれだ。え、でもなんか違うな。え、なんかいける感じする。あ、待って、目の位置が違うんだ。目の位置が違う。待って、間違えた。違う、どこ違える。目ここだよね、ここに目描くんだよね。え、間違えちゃった。ちょっともう一回描くね。間違えました。え、違うよね。おじいちゃんかな、絵描くのうまかった気がする。なんか昭和のなんか絵描いてた。目の位置があれだよね、目大きく。え、わかんない。いざ描くってなるとわかんない。え、どんな顔してたか全然わかんない。なんか黄色いカエルって感じ、ただの。え、絶対違う、ど根性ガエルはこんなんじゃない。な、ひよこじゃん。ミスター K さん初見です、よろしくお願いいたします。よろしくね、ルームフォローお願いします。 T シャツ描かない、ただのガエル。なんか目いっちゃってるカエルじゃんこれ。なんか目がやばい、目飛び出てる。ピョン吉、なんか違う、ピョン吉ではない、真珠のポケモン。口は赤く。どこ見てるのそれ。なんか目が遠、手見てる。むなっしーの目。むなっしーの目だな。ふなっしーの目ですね、これは。ふふふふふなっしー。海外のど根性ガエルですね、これは。うん。偽ど根性ガエル。書いとこう。ど根性。絵を描いてる感じなんですか。ランキング1位の方に。名前を書くとこの上に絵を描いてます、いつも。はい、中国はね、え、今日は昭和の日だから昭和っぽい絵をね描くために昭和のアニメを描いています。新しいモコキャラクター、根性なしガエル。根性なしガエル、確かに的確。コロスケ、コロスケは難しいよ。ちょんまげがついてるイメージ、根性なしガエルだね。なるほどね、的確。黄色のムックやん、確かに。ムックチキンラーメンドヤ、ヘナチョコガエル。ど根性には結構根性なさそう、確かに。ドラミちゃん、次のアバターこれ？やだよ、そんな。コロスケも昭和なのかな？コロスケなり。ミッキーはちょっと著作権でね、消されそうなので私が。はい。やめときます。鉄腕アトムお願いします。アトムはわかる。え、でもアトムでも書けないな。ブラックジャック私好きだったな。ブラックジャック、全然話の内容覚えてないけど、ブラックジャックを見たことある。かわいい、なんかピノコ、
系列はギリ平成。お、平成なんだ。よかった。ロボコン知ってる？知らない。ケンシロウお願いします。ケンシロウって誰？渋いまこね。無免許医師なんじゃ。あれ無免許なんだ無免許なんだ。話の内容がとてもいいのにブラックジャック、ちょっとね見たいな。もう一回、もう遠い昔すぎて見たのが、子供すぎて見た時代が、見た時代っていうか見たのが覚えてないんですよね。魔法使いチャッピー知らないな。ウーパールーパーをぜひ。ウーパールーパー、ウーパールーパーを書くの？わかんないな。ウーパールーパー、ウーパー、私あのウーパールーパーの面白い話があるんですよ。なんか小学生の時に、小学校の何年生かになれば、あのオーケストラにね入れるんですよ。なんかこれウーパールーパーっていうかさ、ポケモンのあれに似てない？ポケモンのなんかピックの方に似てない？ウーパールーパーです。はい、なんかそうウーパールーパーなんですよ。なんか吉祥寺になんかよく行ってて、小学生の時にあのママとお姉ちゃんとお出かけする時は吉祥寺に行ってたんですよ。でそしたらお花屋さんがあって、お花屋さんに、お花屋さん、お花屋さんでいつもウーパールーパーを飼ってるお花屋さんがあるんですよ。駅とかに。知ってるかな、すごい長いこといたから。知ってる人はいるかもしれないんですけど、ママとお姉ちゃんとお出かけするときは吉祥寺に行ってて、ウーパールーパーがねいまして、そして私が小学校で、ウーパールーパーじゃない、小学校でオーケストラに入れる時期に、私は入らないって思ってたんですよ。入りたくないって言ってたんだけど、オーケストラ入らないならお家でウーパールーパー買うからねみたいな、マコの机の上にウーパールーパー置いとくからって言われて、ちょっとウーパールーパーに怯えてて、それが嫌でオーケストラの体験に行ったっていう意味わかんない話、本当に意味わかんない。ウーパールーパーがちょっと怖かったんですよ、私。なんか小学生の時に怯えてたの。したら脅しに、何かと脅しに、ウーパールーパー買うからねって言われて、嫌だ嫌だからって言って、ウーパールーパーがオーケストラ、ウーパールーパーを買わない代わりにオーケストラの体験に行ってオーケストラやったっていう、はい、案外楽しかったっていうね。やったらウーパールーパーに負けた。ウーパールーパーってウーバーイーツに似てるね。確かに井の頭公園行ったことある。井の頭公園ばっか行ってた昔は。吉祥寺は23区街武蔵野市。そうなんだ。車かお電車で行っていました。今はもう大丈夫な、今はもうウパルパ大丈夫です。今はそんな怖いってものないよね。昔はさ、そんな怖くないなって思うものでも、なぜか怖いなってすごい思うことってあるよね。なんでなんだろうね。私ピエロ、ピエロは未だにちょっと怖いかな。あとなんだろう、本当にちょっとしたお店のなんか着ぐるみとか。そういうのも怖いかった。ウーパールーパー食用になるらしい。やだ食べたくない。なら、ウーパールーパー食べる、ウーパールーパー食べることになるからこれやりなさいって言われたら、ちょっとそれはウーパールーパー食べるのは嫌だからやるわ。マクドナルドのドナルドは大丈夫、絵だからね。まあ大丈夫。なんか怖いんですよね。ピエン、どんな味なんだろう。嫌だね、グニュって感じ。名古屋人だけど東京好き。そりゃきっとみんな好きや。サーヤならウーパールーパーを食べるだろう。かわいそうだから食べれないと思う。ウーパールーパーはがっつり生き物っていうかペットすぎて食べれないね。あれは猫を食べるようなもんだよ。食べたくないよ。ウーパールーパーに怯える幼少期。ウーパールーパーは怖くて
脅されてた。あくびしちゃった。あくびしちゃった。ウーパールーパー、はい。この間ペットショップで名古屋コーチンがいた。ニワトリがいたってこと？名古屋コーチンの親子丼食べてみたい。ウーパールーパーって日本しか通じない。あ、そうなんだ。え、テレビでやってたかも前に。あくびの歌が出るのかな。あくびはどうして出るのかな、眠たくなると出るのかな。あーウーパールーパーかける、書いたよさっき。ウーパールーパー、私の想像のガンダムと、想像で書いたど根性ガエル失敗。あくびが出ます。タソさんまだ寝てる？寝てます。カエルじわる。そう、あ、そうだ、昨日ね、そうだ、しまじろうがさやってたんだけど、なんかしまじろうのアニメが終わった後のエンディングみたいなんで、ドーナツの歌を、ドーナツの歌を歌ってたんですよ、しまじろうが。そしたらあまりにもドーナツしか言ってなくて、作詞作曲ドーナツ大丈夫なのかなってぐらい、本当にずっとドーナツって言ってて、ドーナツドーナツドドドドドーナツみたいな、ひたすらドーナツしか言ってないんですよ。ドーナツドーナツ、なんだっけ、どんな曲だったっけな、なんだっけ、ドーナツドーナツみたいな、ドーナツ食べたい、ドーナツドーナツみたいな、ひたすらドーナツしか言ってない曲があって、狂気を感じた。逆にドーナツ食べたいな。歌詞ドーナツだけ、ちょっとだけ他の歌詞もあるけど、なんかドーナツで絆がつながる、ドーナツで我がなんとかみたいな言ってて、ドーナツって言ってた。ずっとドーナツしか言ってなかった。うろ覚えまこ、しまじろうドーナツの歌調べよう。ドンタコスダンタコス、何する、多分ココナさんが歌詞作詞してるんで、ドーナツ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 、ひたすら豚骨しか言わない歌なりしてる。それもなかなか狂気。ググってみます。ググったら出てくるかな。ミスド食べたい。え、ドーナツ食べたいんだよね最近めちゃくちゃ。あとセブンのチョココーティングしてあるドーナツもめっちゃ食べたいなって思う。うん、隣のドーナツがヒットした。ひたすらおつまこっていた。おつまこ、ジョジョ、なんて読むのこれ、ジョジョ絶、キテレツ大百科の睡眠不足の助け、何それ。海外の画像が出た。イントロでリンダリンダという曲がして、リンダ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 、ドーナツオールドファッションが好き。美味しいよね。チョコポンデリングが食べたいんですけど、今やってるっぽいよね、チョコのポンデリング。あのチョコのコーティングのポンデリングがね一番好きなんだけど。饒舌合ってるよ、饒舌で。なんどういう意味、饒舌って。つまこの歌ラップバージョン、ヘイヨーおつまこ、イエイおつまこ、おつまこはおつまこ、おつまこ、リンダリンダブルーハーツの歌、リンダリンダブルーハーツって何ですかね。リンダリンダリンダあーリンダリンダ、気づいちゃったんだけど瞬き多くない。初見のみるみるさん、ルームフォローよろしくお願いします。瞬き多いかも、ドライアイなのかな。確かに瞬き多いかも。私気持ち悪いぐらい瞬きしてる。確かに瞬きめっちゃしてる。饒舌読めてびっくりまこ、饒をひらがな振ってくれてる方いたんで読めました。舌は読めたけど、
乾燥してるのかね。いや本当私まばたき多い、確かに。そう気持ち悪い瞬間、あだから私半目の写真多いんだ。そう公園のスクショとかでもすぐ半目、半目なんですよね。そう言われてみると、でも私目薬一個も持ってないんですけど、ドライアイって感じたことないけど、めっちゃ目薬全然刺さないし、家に目薬ないんですけど、確かに半目多いわ。確かにスクショすると半目使う。まばたきの回数減らしたいぐらい。目薬させる？させない。画面見てると目も疲れるからね。そうだよね、買っといて損ないもん。そうだね、目薬が家にないってちょっと危機だよね。ヤマホー3号さん、ハートありがとうございます。閲覧5500人突破しました、ありがとう。癖じゃないの、多分目が泳ぐ癖がめちゃくちゃあって、本当にね目がね泳いじゃうの私。 MC とかでもめっちゃ目泳いじゃうの、多分キョドっちゃう、キョドマコなんですよ。キョドリマコなんですマジで、すぐキョドっちゃうからめっちゃ目が泳ぐ。まばたきそんなに気づかない、よかった。多分配信だとそんな気づかないのかな。それだけ頑張ってコメント読んでくれてるってことだね、ありがとうありがとう。確かに握手会でも泳いでるね小声。そう人と喋るときにマジで目が泳ぐ、挙動膜挙動不振って感じ。ファンの方意外と、あでもファンの方も目泳いでるんですけど、多分そんな泳いでないな、私も目泳いでるから分かんないわね。今度目閉じてまぶたに目描いて配信しよう。それコメント読めないね、感覚でコメントを読む。多分今キョドリマコをわらわらってコメントしてると思う、誰か。してなかった、してませんでした。かわいいまこちゃんガン見できないからね、そういうことか。握手会ファンもね、逆にじっと目を見てるメンバーいるのかな。私は見てるつもりでも勝手に目が泳いでる。私結構ファンの人の目とか、目とあとなんかグッズつけてるかなっていうのをめっちゃ見るんですけどね、目の心の奥の目の奥を見てるつもりなんですが、目が泳いじゃうんですよね私。嘘ついてるとかじゃなくて常に目を泳いでる、あの目の首が座ってないみたいな、目座ってないみたいな感じ。髪とか見る？あんま見ないけど目とグッズとか見るかな。マホーさん、ごさん、ハート500ありがとうございます。なんだろうさん、チューリップありがとうございます。握手会をちゃんと見てくれてるのよかった。結構ね目を見て話すっていうの頑張ってます。目が座ってるのはいいじゃん。あ座ったら怖い、目座ってたら逆に怖いか、確かに。こんな感じ、目が座ってるっていうのは。今スマホの奥の棚を見ています。あ座ってるこれこれ目座ってる。パチジャンさん、だるまたくさんありがとうございます。今の目座ってましたか、目座るチャレンジ。睨むって感じ、座ってる目。何かが見えてる目、ウニはね何かが見えてると聞こえて、めっちゃ見る、めっちゃ怖いよ真顔。目が座ってるってどういうことなんだろうね、これ目座ってる。リオさん初見おはよう、おはよう、ルームフォローよろしくね。みんなメンバーみんなそれぞれ違ってみんな楽しいよ、まこちゃんしか知らないけどそれでいい。なんか何も考えてない人みたいな座ってるっていうかぼーっとしてるって感じだよね。もっと怖い目つき。
気に走り始めるとキリがないよね。ね、まあいっか、目を泳いでても。はい、じゃあそろそろランキング読もうかな。あ、ちょっと絵を完成させよう。どうしようかな、ちょっとだけスペースあるんだよね。何の絵描こうかな。まこちゃんに睨まれたい。それっぽく。俺霊感じるからいつもキュルキュルする。全然ね、感じるってだけでいないと思う、多分。もうすぐ6000人、イエイ。他の霊にいるファンを見つけた時の目。ゴールデンウィークみんな忘れてる。みんなゴールデンウィーク忘れてる。ニャンキーや。違う例にいたら睨まれた。睨みますよ、違う例にいたら。握手会してください。します。人生泳いでるわい。何それ。あ、そんな目されたことある。めっちゃね、他の例行くじゃん。これは怖いから他の例行かないまこ。よろしく、ありがとう。睨みまこ、おはまこ。何人まで単押しですか。え、単押しっていうのは一人じゃないですかね。睨まれたくて他の霊に。それはやばい。睨んでって言ったら睨むから握手会来てね。でも今できないんですよね。原さん初見です。握手会行きたい、待ってます。ぜひね。まだ今ちょっとできないんですけど、できるようになったら絶対会いに来てください。一桁までは倒し、それね、一桁まではね。何描こうかな。ウニ描こうと。ウニの絵描こう。昭和っぽいかな、ウニ。ウニの絵。あとポプテピピック好きだな。ポプテピピックってどうやって書くんだろう。どうやって書いてんだろう、あの目。わかんないや、やっぱやめとこう。はい、昭和の名前はタマ。昭和生まれのウニさん、ポプコ。ポプテピピック怒った。エスキーやまこちゃんしか、ありがとう。おつまこの傘下じゃなくてなんだっけ、参加。おつまこの参加に入った山本ちゃん、小判ありがとうございまこ。ランキングを読んでいきたいと思います。いきます。13位、お山さんありがとうございまこ。12位、なんて姉さんありがとうございまこ。11位、おちてんさんありがとうございまこ。10位、げんちゃさんありがとうございまこ。9位、コーヒーゼリーさんありがとうございまこ。コーヒーゼリー食べたいな。8位、 DD ごいちさんありがとうございまこ。7位、チャランポランさんありがとうございまこ。6位、リョージ45さんありがとうございまこ。5位、斉藤さんありがとうございまこ。4位、パチジャンさんありがとうございまこ。3位、情けのしょうもなかさんありがとうございまこ。2位、ガンズーさんありがとうございまこ。そして第1位は山宝3号さん、ありがとう。名前書きます。入りきるかな。山宝3号さん、入った。はい、来ました。パチパチパチ、おめまこおめまこ。山宝3号さん1位ありがとうございまこ。あ、ヒーターでたくさんコメントギフトありがとうございまこ。ありがとう山宝さん、パチパチおめでとうまこ。
休みなさい、二度寝します、休み、バイバイ。昭和っぽいことして過ごしてる。昭和っぽいってことってなんだろう。ナポリタン、喫茶店のナポリタン、オムライス、オートミールでオムライス作ろうかな。マンホーサンゴさん、ありがとうございます。でした、やっぱりお兄ちゃんが一番うまい。そう、お兄ちゃんが一番うまい。ウーパールーパーとガンダムとド根性ガエルです。中国のテーマパークも確かに。ありがとう、バイバーイ。昭和アニメ見まくるね。見ようかな、なんか昔子供が見るようなアニメを見ようかなって思います。それは昭和じゃなくて名古屋っぽいもの。そうなの。うー、昭和ってなんかなんだろうね。昭和は肉じゃが作れできれば持てる。肉じゃがだかな、やっぱ。おつまこでした。今日はいい一日を過ごせるといいですね。今日はめちゃくちゃ晴れてるので、人混み行かずに散歩しましょう。はい、土地で写真撮ります。皆さん、おつまこってコメントしてください。おつまこ、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 おつまこ。チーの方のコメント、あと、おつまこ、おつまこでした。おつまこ、つまこ、初見の方はぜひぜひルームフォローお願いします。バイバーイ。おつまこ、死ぬ人だったかな。おつまこじゃんけん。それではね、皆さんありがとうございました。それでは今日はいい一日を過ごしましょう。今日は祝日でした、なんと間違えて。でも8時過ぎて配信できるってなんかいいね、大人になった気分だわ。いきます。最初早い、早い、早い、もう出してる。いきますよ、おつまこ朝じゃんけん。いきます。最初はグー、じゃんけんグー、グーでした。今日はグー、チョキグー、マコパー、グーグーグーパー、グー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 。アイコ多いね今日、グーかパーばっかだ。勝った、負けた、アイコ負けちゃった。バイバーイ。おつまこルームフォローよろしく。6000人だ。